おはようございます。一ノ瀬はじめです。連日のゴルフで体がバキバキでーす。赤ちゃんやってきた。おはようございます。ちょっと急いできたら肩打った。連日のゴルフで体痛い。はい。痛い。バキバキ。マッサージ行きたいです。行きたいよね。もう3時間コースがいいね。そんなにやったらちょっと辛いかな。辛いか。まあいいや、お茶で癒されたいと思います。はい、どうぞ。ほいちっさ。どうぞ。名古屋の天気は？愛知県名古屋市の現在の天気は快晴で、気温は摂氏18度です。今日は一日を通してほぼ同じような天気で、予想最高気温は24度、予想最低気温は12度です。最低気温12度か。もう夏は完全に終わりましたね。昨日飲んだ帰りにミスドによってね、ちょっと母ちゃんにお土産買ってきて、ついでにね、朝飯用のなんかこの甘くないやつ、ツナだとかそういうのが入ったやつを買ってきたので、朝ごはんはそれをいただきたいと思います。ね。お昼になりました。というわけで今日は母ちゃんがね、昼出かけてるのでボンカレーで済ましたいと思います。それではいただきます。なんかドリキンさんが昼にライブやってるから、それも見ながら食べようかな。はい、随分日も暮れてまいりましたが、 GoPro で見るとだいぶ空青いね。高速ができちゃったんで、ど真ん中に高速映ってますけど、まあ、とりあえずね、今日はお仕事、今17時に、終わって、これからね、明日、三重県でまたゴルフなので、今日はね、四日市まで行って、お客さんとね、飲み会やって、四日市で泊まって、そのままね、鈴鹿の明日ゴルフなので、四日市に泊まって、そのまま鈴鹿まで移動してゴルフになります。もうだいぶ体も疲れてきたね、ゴルフも。続いて飲み会も続いてね。それでもね、まだね、明日、明後日ゴルフがあって、金曜日一日空いて、土日でまたね、宮崎まで行ってゴルフなので、結構しんどいですが、頑張ってやっていきたいと思います。それでは、このままね、高速乗ってビュンと、四日市までね、行こうと思います。
荷物だけ置いて行ってきたいと思います。ホテル帰ってきました。もうだいぶ遅いですね。1時半回っております。明日もゴルフなんで、せっかくねエアロ15持ってきて編集しようと思ったけど今日は難しい。動画1日また飛ぶかな。まあ、というわけでいろいろありましたが、今週まだ長いので動画編集優先よりは寝る時間を優先したいと思います。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。Your fingers.